YouTube ご覧の皆さん、こんにちは、西田裕二です。この度 YouTube 開始することになりました。まあ今僕は本職としてバレーボールを一応やっていて、やはりバレーボールが今どうしても人口が減っていってしまってるっていう中で、まあバレーボールやっている身からして、もっとバレーボールをやっていただきたいだったりとか、知っていただきたいで、会場に足を運んで試合を直接見ていただきたいっていうところが、まあ本音で、何ですかね、まあやっぱり今日本での主流のスポーツってなると、多分野球サッカーがやっぱ自分の中でも頭で残っているんで、それに近いぐらいに行けたらなって思いますけど、まあ一人でどこまで行けるかっていうのはまあ全く分かんないので、できる限り最善を尽くしたいんですけど、まあそこでバレーボールが盛り上がってくれるっていうのが僕の一番の目的なので、まあそこを思って自分は今回 YouTube を始めることになりました。じゃあまずはちょっと YouTube で、挑戦したいこと、どんなものがありますか？いやもう YouTube もう可能性が無限大なんで、何でもできるっていうか、またテレビと違った形に配信できるので、まあ、いろんなことをやってみたいですし。ということはコラボもありということですか？そうですね、コラボしてみて、やっぱコラボすることでやっぱ話聞くだけでもすごい自分のプラスになるので、まあ、そういう話を、ね、僕は多く聞きたいですし、でその中で気づくことっていうのもたくさんあると思いますので、まあ、それは僕はこの世界に入ってから気づいたことなんですけど、まあ、そういういろんな世界で戦っている方々がどういう気持ちで戦っているのかだったりとか、それまでのどういう練習をしているのかだったりとかっていうのは、やっぱスポーツ ならではのつながるものがあると思いますので、まあ、そういう話を多く聞けたらなっていうふうに思います。チャンネルとしては期待していいということですかね？うん、そうですね、まあ比較的期待裏切らないように頑張りたいと思います。 YouTube ってもう世界なので、世界に知ってもらうことがやっぱバレーボールを知ってもらうっていうことにつながるのかなっていうふうに思いますので、まあ、僕はこの YouTube を頑張りたいと思います。でそしてバレーボールでもいい結果を残して皆さんにいい報告ができるようにやっていけたらなっていうふうに思います。まあ、これから面白い企画だったりとかいろんなことがあると思いますけど、まあ、プライベートだったりだとかオフの過ごし方だったりだとかっていうのも皆さんに全くお届けできてない部分があるので、まあ、そこを皆さんに多くお届けできたりだとか、これから頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。それでは、バイバイ。